春色がにわかに深まりを感じる春の日、東北大学学域授与式が仙台市体育館にて執り行われました。卒業生は皆未来に向かう晴れやかなこの時、希望に満ちた笑顔で卒業式に臨みました。ニュルンベルグのマイスタージンガーの演奏から始まった式典は、井上明久総長、役員及び部局長など列席のもと、学士学位授与者2441名、修士学位授与者1774名、専門職学位授与者145名、課程修了による博士学位授与者493名、論文提出による博士学位授与者24名、合わせて4877名に学位が授与されました。本日ここに学位を授与された諸君に、東北大学を代表して心よりお祝い申し上げます。井上総長の告示では、東日本大震災により亡くなった方々への哀悼の意を表するとともに、被災されたすべての方々へのお見舞いの言葉から始まり、現在直面しているさまざまな問題に対し、リベラルアーツの思考を持ってチャレンジしていただきたいと述べた後、自己研鑽の必要性と、あえてリスクを取って挑戦していただき、次世代を支える役割を託したいと、卒業生にメッセージを送りました。高い志を持って不断の努力を惜しむことなく、自らの人生を最高に旅してください。当時では卒業生、修了生などそれぞれの総代から感謝の言葉が送られ、井上総長へ当時が手渡された後、学業成績が優秀な学生50名に対し総長賞が授与されました。続いて学友会所属文化部及び体育部において輝かしい活躍をした学生を表彰する学友会長賞が3名の卒業生に、優れた教育上の成果を挙げた教職員を表彰する総長教育賞が3団体及び2名に授与されました。総長震災貢献賞。震災時に巧みな操船技術によって津波を回避し、調査実習船を命がけで守り抜いた2名の職員に総長震災貢献賞が授与された後、高い業績と先導的な役割を担うディスティングイッシュドプロフェッサーに、昨年10月に就任した17名の中から代表者2名に賞が授与されました。最後に年次別同窓会の世話役を担う周遊会第105期幹事の新任が行われました。これをもちまして学域授与式を終わります。A、学生歌青葉もゆるこの道の句の斉唱で式典は終了し、会場の外では恩師や友人との別れを惜しむ光景が見られ、絆をつなぐ彼らの姿がこれからの日本の復興と飛躍、そして地球社会の最前線を担っていくことを予感させるようでした。